アスプラ学園。はい、アスプラ学園とは、はい、いろんなアスプラプレイヤーをお呼びしていろんな話を聞いたりいろんなプレイヤーを見せていただくという企画でございます。はい、はい、というわけで今回が、まあ一応この番外編を除いたら、うん、10人目。そう、10人目なんですけども、10人目もこれは10はやっぱキリがいいから、やっぱそれ相応のやっぱ人が来ないと。キリ番ね、キリ番プレイヤー。キリ番って多分今は言わないだろうね。そう、魔法のアイランドとかでよく書いた、まあ、魔法のアイランドってしか使ってないあれ多分。あ、そうなの。うん、一つしか見たことないけども、うん、さあそんな10人目が今日来ていただいてるわけですけども、ああ、どんな方なんですか。ちょっといやもうね、やっぱチームにね欠かせない存在では俺はあると思うんだけど。おお、なるほど、うん、この方はもうチームではもう絶対いなきゃいけない。いや俺はね、あのいなきゃいけない枠武器とかじゃない、武器とかじゃない武器じゃない、武器じゃなくていなきゃいけない枠、ムードメーカー的な、まあとかそういうね、いろいろあると思うけども、うん、そういう中の一つのカテゴリーに属してる人間であると俺は思ってるんだけども。なるほど、うん、分かりづらい。ちょっとまあ俺はみんなそうなんじゃねえのって思ってるから、ね、いやまあ言うてもやっぱりなんていうのかな、喋らなくても成り立つ人とかもいるじゃん。あーなるほどね。ああ、プレーだけで成り立たせる人とかもいるじゃん。はいはいはい、もういるだけでそのもう役に立てるじゃないけど、うん、そう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 。でもねやっぱねチームってなるとね、うん、やっぱねその人間関係だから結局ってことはもう優しい人、野菜ね、野菜、うん、だいぶ野菜、ね、多分野菜は軽症だなバカにしてる言い方だ。優しい人、バカにはしないよ。優しい、もうチームに欠かせない存在。ああ、なるほど、わかりました。では今回のゲストはこの方です。今回のゲストはロンツ選手です。イエーイ、ありがとうございます、来ていただきまして。よろしくお願いします。お願いします。初めて、初めて、ね、前に一回あるイベントで一緒になったことが、見たことがあって、で、その、プレイはもう見させていただいてます、もちろん、はい、だけど、野菜、優しいロンツさん、野菜、そこから入る。そこからですかね。まあ、スクリュースロッシャー、うん、スクスロー、ね、の使い手で、うん、もう一番最初に名前出てくるプレイヤーだと思うけども、ワンからずっと使ってて、うん、で、この前出てくれたそのアトバル君と一緒にあのコロコロ の、うん、インタビューも受けてる、はい、もうそれぐらいだから、まあ公式オブ公式、まあそれはそうです。だってね、イーグルスに、そうそうそう、NPB で、そう、戦火烈行、そう、ね、戦火烈行で楽天イーグルスに所属してた、はい、いや素晴らしい選手ですけども、うん、その優しいを最初に出されちゃうと、うん、だからそこはやっぱ気になっちゃう。いや一番優しいんじゃないかな。あれ、じゃあそれちょっと本人に聞いてもいいですか。優しいですか。自分では優しい人は優しいって言わないですよね。そうなんですよね、うん、確かに言いづらい。あとやっぱ割とその年齢的に上の世代ではある。あーなるほど、うん、今ご年齢言って大丈夫ですか。この間の7月で25になりましたね、はい、25歳、あ、7月、はい、7月いつですか。7月の5日です。え、7月5日生まれ、うん、同じです。同じです。おめでとうございます。あれ何個、今いや俺は今年の7月で29になる、うん、やっぱね、しっかりヤバさが際立ってる。あと一応僕の母親の彼氏が7月6日なんで、全然知らないします。いや母親の彼氏っていうワードが分かんないのよ。分かんない、うん、あんまない、困っちゃうからない、そういうこと。母親の彼氏いいから、ロンツさんの話を聞きましょうよ。すいませんね、今日来ていただきましたけども、さあスクスロの名手としていただきたいロンツさんですけども、うん、今回はいろんな話を聞かせていただきたいと思います、うん、まず どうですか、先に技術的な部分とか聞いちゃいます。いや、ワンの頃って何使ってた。ワンの頃ももちろんスクスロ、スクスロずっと使ったか、使ってるっていう。ワン、はい、と2のこのスクスロがこう武器種として変わった感はあるの。やってること大して変わってない。そうですね、ワンの方がスクスロの何でしょう、強みはありましたかね。なんか2だと結構強武器というかね、まあちょっと前に弱体化入ったんだっけ、はい、ああ、はい、そうかそうか、それまではね、だってあの、うん、縄張りの練習もスクスロほぼいるみたいな時期あったよね。ありましたね。でもそれでもやっぱワンの方が、そうですね、もうなんでしょう、まあ弱体化自体は2回ぐらい大きなものがあって、うん、でそれで、はい、まあ、削られたのが、まあ、スクスロの特徴みたいなものがあったので。ああ、なるほどね、はい、強みが減ったタイプのアップデートだったんだ。
そうですね、はいはいはい、ちょっと悲しいアップデートですよね、なんかそのいい部分というかね、まあ特徴を好んで使ってた人たちにとっては、はいはいはい、はい、あ、なるほどな、まあ、それありつつでもやっぱ今でもスクスローは強い方の武器というか、どう自分の中で評価ですか今ですか、はい、今の環境でどれでもいいです、あのスクスロー1から10点ぐらいで点数つけるとしたら、別注だけ点数が高いですね、別注だけ高い、あの黒いやつね、はい、うん、何点自分の中で、あれが、まあ、10段階で8か7ぐらいですかね、うん、8、7ぐらいは、はい、まあ8ぐらいはあると、あれスクスロスクスロネオはあの辺は多分 4.5 ぐらいですかね、あ、だいぶ低いまあでも今の環境でほぼ見なくなった、あ、本当に見ないですね、めちゃくちゃいたのにあんなに、はい、何が変わった、何が変わったの、あのめちゃくちゃいた時期から、単純にスクスロの白い方と今の別注を比べて、あのできることが多すぎるんですよね、黒い方が、黒い方がね、なるほど、なるほど、でも、スクスロがプレッサーですよね、はい、でスクスロネオが、ボンピッチャー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 、やっぱその2つのスペシャルが結構関係あったりするんですか、スペシャル自体は、まあ、強いんですけど、はい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 、まあね、だって着地だもんね、別注ね、はい、あ、確かにそう、うん、スペシャルを見ると別注だけちょっとだけ落ちてるんですけど、はいはいはい、単純に考えて前線武器がプレッサーを持ってると、まあね、この何でしょう、前に行くタイミングと後ろに行くタイミングを選ぶのが本当に難しいんですよね、はいはいはい、メインに合ってないんですね、はい、スペシャルが、そうなるほどな、あ、そういうこと、そういう考え方もあるんですね、うん、スクスロってさ、立ち位置的にどこなの、そのチームの立ち位置的に前線になるの、前線は張れないですかね、前線は張れない、張れない、ほう、 1.5 列目ぐらい、そうですね、中衛の前寄りみたいなぐらいですかね、はいはいはい、なるほどね、あ、でもそれでもやっぱりその、ボンピッチャーだったりとか、はい、あんまりプレッサーはそんなにっていう感じなんですかね、いや、ボンピッチャーは強いですね、あ、ボンピッチャー強い、はい、ボンピッチャーのサブって何でしたっけ、ボンピッチャーのポイントセンサーなんですね、あ、ポイセンか、はい、なるほど、そこら辺がやっぱあんまりこうシナジーしないって感じなんですか、ポイントセンサーを使っている武器をそもそももう見ないですよね、うん、ポイセン自体がちょっとよーちょっと、まあ、優しい、ね、優しい、わかる、この喋り方とかこの雰囲気やっぱね、うん、言葉選べる人って優しい、そうなの、やっぱね出かけましたけどねそのやっぱ社会人だし、あ、なるほどね、そう社会人なの、はい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 、だしやっぱある程度年いってるから、うん、やっぱ言葉選びとかも慎重だし、うん、すごいね、そう世でやっぱブレーキかかるのはすごい、そう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 、輪までいっちゃうからやっぱ大体、そうやっぱね、こういう選手って、まあ、頭でも言ったけど、はいはいはい、やっぱチームにいるとまとまるのよ、うん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 、うん、確かに俺は必要な枠だなと思ってるんだけど、ちゃんとやっぱその、なんていうのね、モラルというかね、うん、コンプライアンスがそこで、そう、コンプライアンスが生まれる、やっぱロンツでコンプライアンスっぽいやでもね、めちゃくちゃなんかね、旗から見てるとね、年下に舐められてんね、はい、いやー、ま、なんかそんな感じしますよね、自分でも、ほんと、なんでロンツさん舐めないでくださいよ、なんかね、NPB 終わりかな、はい、あの飲み会、終わりの飲み会でも俺ずっとやっぱ舐められてんだよな、えそんな悩みあるんですか、あのさ、いや、それでチームまとまってるんだったら別に、そうそうそうなのよ、ほら、わかる、それでチームがまとまるんだったらいい、優しい、え、よくないですか、いやいや、いなちなみにあの、これピー別に入れてもいいけど、一番舐めてるなと思う人俺のこと一番舐めてる俺のことこいつが一番舐めてるぞって、最悪チーム以外でもいい、もうチーム以外でもいい、プレイヤー全員でこの人はマジで自分のこと、こいつ舐めてるぞいるいる自分の中で、言いづらいわ、いや、一番はないですけど、少なくとも戦火烈火の3人に関しては同じぐらい俺のこと舐めてるな、アベレージ舐め、戦火烈火は、え、バズ、マギエース、イガギなるほどね、まあ、まあ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 、ちゃんとあれですよ、舐めるって言ってもその、はい、まあ完全にってわけじゃないですか、ね、いいね、はいはいはい、親しみやすい感じで来てくれてる、はい、あ、こいつ舐めてくれてんなっていう、そう、配慮のある舐め方をしてくれますから、なるほど、やんちゃな感じなだけっていうね、はい、あ、それをでもそうやって言えるのがまたすごいですね、いや、そうなのよ、そのちゃんとこう自分がそうやって思ってもらってるっていうのは分かってるっていうのは、やっぱね、チームで一人ね、そういう役回りしないとね、うん、全部その全員プラスだとぶつかっちゃうよね、うんうん、誰かがマイナスいないとね、なるほど、そういう意味では、うんうん、そうそうそう、ちょっと後ろが更新プログラム、ちょっと待って、ちょっと
後ろ更新入っちゃったんですけど、はい、そんな状態でも、うん、本田さんは話してくれると。そう、やっぱね、怒らない。怒らない、うん。普通やっぱ入ったらね、うん、大丈夫ですかこれ、うん、ってなるところを、そう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 、本田さん。繁盛泣いてそうですね。繁盛さん、繁盛言ってそうだね。触れてそう。触れてそう、確かに。おなんで俺の時こんなんだよとか言いそうだね。ちゃんとやってくださいよって言われるもん。確かに。そこはもう物静かにちゃんと見れる。でも珍しいんじゃないですか、昨今のやっぱちゃんとこういう e スポーツといいますか、そのゲームのやっぱチームでちゃんとそうやってまとめてくれるっていう人がいるって、うんうん、そうだね、やっぱり特にスプラトゥーンはやっぱ若い子が多いゲームだから。そうですね、ね、もともとさ、何のゲームをやってた、スプラトゥーンの前とか何かやってた。ああ確かに、スプラトゥーンの前ですか。うん、それはネットゲームとか限らず、うん、まあ何でも対戦ゲームでも対戦ゲームじゃなくてもいいんだけど。そうですね、ちっちゃい頃はずっと何でしょう、まあ携帯ゲーム機ですか、うん、まあ、ポケモンだったり、うん、あとはテレビだったらドラクエとかですかね。ああもう本当に一人ゲーというか、うん、RPG 系をの方が多い。そうですね、なんでスプラトゥーンにハマったの。ああ確かにね、大学生ぐらいになってから、うん、まあ新しいパソコンを買ってですかね、うん、パソコンのゲームすることが多かったんですけど、はい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 、でそこから、まあ、動画サイトとかですかね、うん、その辺を見るようになってきてから、うん、スプラトゥーンがめっちゃ流行ってるのを見つけて、うん、あこれめちゃくちゃ面白そうだなって思って。あ、なるほど。あ、発売当初その最初の方からやってたわけじゃないんだ。あ、持ってなかったですね。あ、そうなんだ、はい、あそれででも今そうだよ、大活躍。おい、本当にスクスローっつったら誰って言ったら、やっぱ本当だもんな。まあ、スクスローもアップデート追加されましたからね。あ、そうだね、最初そうだね。最初はなかったですね。2なかったか。2も1もなかった。2も1もなかったか、はい、最初。後から来る。そっか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 。じゃあ2編の最初とかって何持ってたの。確かに、スクスロ来るまで。スクスロ来るまで なかったわけじゃん、武器。あの、今の強さは持ってなかった傘の時代覚えてますか。いや、わかるわかる。あの、めちゃくちゃキラキラな遅くて、うん。遅くて。閉じるのも遅くて。閉じるの。あれ使ってた。あれ使ってました。あ、そうなんだ。へー。あ、全然そのイメージないな。なかったと思いますよ、本当に。なるほど。あれ、甲子園って第4回出た?4回が NPB じゃないですか、ね、NPB が4回、はい、3回3回出ました。3回出てた、はい、3回は、スクスロで出てた。あの時はスクスロあった。ありましたね。あ、もうあったんだ、はい、あ、なるほどね。ちなみにあのハイパープレッサーの方ですね。あ、そっか、ハイパープレッサー。そう、あ、ロンツ、そうだよ、ロンツ、そうだよ、めちゃくちゃやってたわ。めちゃくちゃ練習でやってたわ、ロンツと。あ、なんだ、やってましたね。やってたやってた、ロンツビームがうぜえっつって。プレッサーが一番強かったし。そう、いや、ロンツの、あの時期ロンツが一番上かったと思うよ、俺ハイパープレッサー。ロンツかダイナモンだった。はい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 、はい、ハイパープレッサーで、はい、もううざいの。あ、ロンツビームっつって全部根絶やしにされる。ロンツビーム、うん、打てば1人か2人持ってきますからね。持ってってたよね。いや、もうあれがすっげえうざかったんだよね。なるほどな。だから報告もさ、はいはい、ロンツ持ってる、ロンツ持ってる、だからあロンツ持ってるからねっていう、いつでも飛んでくるよ、うん、そう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 、っていう感じの報告になってた、確か記憶がある。プレッサー自体はすごい好きだったりしたんですか。あ、好きでしたね。あ、好きだった。で、今はやっぱプレッサーの武器は、うん、まんま白持ってるイメージだね。ヤグラとかで持ってるの。持ってますね。あ、そう、はい、持ってるんだ。ヤグラは持ってます。ここもいけますね。うん、ガチエリアは少し無理ですかね。ちょっと厳しい、はい、まあ、弱体側も入っちゃったしっていうのもあるし、絶対やらなきゃいけないですね、ガチエリア持ったら。なるほどな。ちょっとなんていうのかな、癖がある武器ではあるよね、はい、一時期めっちゃいたけど、うん、やっぱその癖が強かったっていう。癖は強い感じはあるけど、弾自体は当てやすい部類だなとは思う。何が、なんであんなに流行ってたかっていうと、はい、まあ当てやすいのもあって、うんうん、あと塗りですかね、普通に塗りやすい武器だったんですよ。あ、なるほど。意外と塗れちゃう武器、はい、意外と塗れちゃう武器だったんですよ。あ、まあそうです、あのボムもありますし、ね、炭酸ボムもあったしね、はい、意外と塗れちゃえて、あの弾が当てやすい、うんうんうん、で、まあそこの射程を持っている。おってなると、もうまあみんな使い始めて、はいはいはい、弾はもう当たんねえしな、逆に、はい、こっち側からスクスロ打っても、 あれ何なんだろうね。化け系のさ、あの弾が当たんない感じ何なんだろう。俺当たり判定小さくて思ってんだけど。なんかジャンプしながら打つじゃん。そうなんですよね、横で飛びながら一回一回ジャンプしながら打ってますからね、うん、ブレっていう感覚がないから、はい、そうかそうか。だからやっぱブラスターとかからするとすごくなんでってなる。
その、ね、こっちはやっと当ててるのにあっちは基本的に当ててくるみたいな。そうですね、まあ、ブラスターの方が、まあ、構築長いですね。ああ、なるほど、うんうんうん、バケツの方が動きやすいところはあります。スクスロは連射早いですもんね。結構連射遅いんでしたっけ。バケツよりは遅いですけど。あ、バケツより遅いの、はい、スクスロもそこそこですね。なるほど。結構なんかおすすめ、なんか結構おすすめしてるよね、いろんな。いや、だからその、まあ今はちょっとパワー落ちたかなと思うけど、そうですね、やっぱあのめちゃくちゃ多かった時期は本当に強かったと思う。うん、相手にして嫌だったし、なんか逆にその対面して嫌だなっていう武器って何今ですかね、うん、確かに。プライム。あー、プライム。やっぱインク踏んでること多いの。射程も負けてますし、あ、射程もきつい、塗り合いも負けますし、うん、スペシャル強いですよね、向こうは。あ、なるほどね、はい、スペシャル負けする。うーん、なるほど。プライマーはずっと強いですね、そうなると。いや、別注のパワーが半端ないですね。別注はやっぱパワーあるよね。フォームも強いし、内容も強いし、うん、なるほど。その中でもまあ、でもスクスローでもその超注目される前からずっと使ってますもんね。そうですね。どうなんですか、その自分が使ってた武器がもうめちゃくちゃ強いってなっちゃって、はい、みんな使うってなった時ってどういう感情なんですか。もう別注に憎悪を抱いてます。あ、やっぱり。あ、増えないでほしいってやっぱ思う。やっぱそうなんですね。修正入っちゃうよみたいな感じか。変に使われてなんか。だから本当インディーズバンドがさ、うんうん、上行っちゃった時とか同じだ、ね、でなんか変な叩かれ方して、うん、あんまりなんか活動しなかった。そう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 。プロになる前の方が良かったなみたいな。そのファンは痛いんだけどね。有名なみたいなのは痛いんだけど。うん、なるほど、そんなスクスロ愛が。こいつはスクスロじゃないんだって。はい、めっちゃ違う。最初は出た時は思ってましたね。これスクスロじゃねえなって。あ、そうなんだ。戦い方が違うってことですか。もうまあぶっちゃけると、はい、戦えたんですよね。もう強すぎてあの武器。あ、パワーがありすぎてね。はい、うん、一回そうですね、一時期。で、みんなの総称が、まあ、スクスローってなってるんですけど、はい、みんな叩いてるのそれ別注のことなんですよね。あ、スクスローって書いてあるのは別注の方。全部別注です。なのにスクスローが叩かれてる状態になってるっていう。絶対白を持ってる人いなかったですね。なるほどね。だから叩かれてるのはフージだけど、いや俺は裏切りマンキーコングだからみたいな。裏切りマンキーコング叩かないでよ、フージだからみたいな、そういう話でしょ。そういう話ですね。一度もないから、うん、そういう話です。いや違います、ロンさん違います。違います。一度も裏切りマンキーコングうぜえって書かれたことないです。大体俺は俺で書かれるんじゃない。そんなに違うわ。なるほど、スクスロベンチューが来たことで、ちょっとスクスロ自体もちょっと嫌われがちになっちゃったというか。そうですね。あ、それは確かに辛いな。それちょっとかわいそうだね。なるほどね、そんな暗黒時代もあったけども、うん、もう今でも大好きというところですけども、はい、ツイッターをちょっと拝見させていただいたら、ロンツさんご自分でイラスト描かれてる。ああ、そうね、はい、そうです ね、 ね、すごい、しかもお上手で、うん、ね、いい。あれはもう昔から絵は描いてらっしゃるんですか。うーん、はい、そうですね、小学生ぐらいからずっと、もっと前かな、幼稚園ぐらいから絵描いてますからね。もう趣味、幼稚園。あ、趣味ですね。趣味、はい。なんか漫画描くとかそういうタイプではない、イラスト。イラストですね。あ、漫画を描こうかなって思った時期はありますね。あ、あるんだ。わあ、やっぱり、まあ、まああまり活動しなかったんですけど、うん、大学生の時にそういうサークルですかね。サークル的なのに所属してやってたんだ。なるほど、はい、学校にそういう専門学校とかは行ってない。行ってないですね。でもすごい、もう趣味で、趣味ですね、絵を描いて楽しんでると。なるほどな。だから俺の父親のデザイナーとまた近い部分が。いやいや、全然違うって。全然違うって。違う。ゲーム好きで、うん、絵がうまい、うん、イグアナ買ったことある？んイグアナイグアナ。あ、イグアナ、うん、ないですよ。あ、じゃあ、まだか。ないですよ、ま、イラストレーター最終的にイグアナ買うみたいな、あるな、買う。爬虫類買うね。だって40代ぐらいの時の父親の髪型とそっくり。嘘。これさ、カチッとね、カチッとね。いや、40代の時かい。若い髪型。いや、でもそうか、絵うまい。でも絵うまいと、なんつうんですか、その描いてほしいとかって、いろいろリクエスト来たりするんじゃないですか。来た、あ、いや、あんまりないですか。直接来たことはないですかね。そのなんか匿名的な、まあ、コメントとか、はい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 、放送とかだったら、いや、プレイヤーに頼みづらいんじゃない。そう、多分そうだと思いますよ ね、 ね。こっちがどっちかというと、うん、視聴者側というか、はいはいはい、配信見てますみたいな人だったら、あ、なるほど、ね、ロンツがさ、書いてくださいっていうのは分かるけど、うんうんうん、プレイヤーやってて絵描けますで、絵描いてくださいはちょっとね、言いづらいと思う。どうなんですか、逆にリクエスト来てほしいと、来てほしくないだったら。
まあ、来る分にはやっぱり、はい、あの自分の絵に需要があるんだなって。ああ嬉しいよね、言われたらね。ありますね。それはそうよ、まあ、時間があればって感じですね、やっぱり。そうか、時間かけちゃいますもんね、ちゃんと書きますね。なるほどな。でも それこそね、配信とかで、うん、イラスト描く配信したりとかは数回ほどやったことありますね。あ、数回も。俺見たことないかもしれない。いつもなんか、歯食いしばりながらスプラやってる。言葉選びながら。そう、いや、なんか言いたそう。なんか俺実際どう？え？実際、まあね、これね、ロンツの配信を見たことがない方がいると思うからちょっと説明するけど、はいはいはい、マジで暴言とか言わないの、プレイ中に。あ、珍しいね。あ、やっぱ俺とかでもやっぱ言うし、普通に、うん、いや、こうしてほしかったみたいな、まあ、うん、ロンツは ね言わないの、マジで。もう言わないの、それとも、いや惜しかったとか、あ、いい動きしてたのにななのか、それとも、もう言わない、何も。俺はね、歯食いしばってると思ってるんだけど俺はロンツは歯食いしばって言ってないと思ってるんだけど。それはどうなんですか、そこは。ガチマッチ。多分西田さんと同じ感想を持ってる人は結構いると思いますね。あ、実際どう？実際は、まあ、思うことはありますけど、それはね、うん、行ったら多分自分が弱くなるって思ってるんですよね。ああ、なるほどね。あ、そこは素晴らしいね。自分の限界になってしまうな。はいはいはい。それを言い訳にしたくないというか。うん、あ、それは素晴らしいな。素晴らしいね。プロの考え方だ。いや本当に。俺ひたすら言ってるよ。マジで。いや、もう芸人ギルドって後輩とかと一緒に僕らやってるんですけど、はい、そこでもやっぱちょっとアドバイスじゃない時、そこ行ってもしょうがないからみたいな。いや、俺もだからそれはもう思うわけ、俺もやってるとあそこ行ってもなみたいな。だからやっぱそれが出ないってのは偉い。あ、偉いね、本当に偉いと思う。さまやっぱそういう優しさが。いや、もしですよ、はいはい、もしその自分と一緒のチームになって、はい、その、まあ、今動きができなかった、はい、で、まあ、迷惑かけてしまった、はいはいはい、で、たまたま、まあ、俺のことを知っていて、はい、見てた、で配信を見てたっていうパターン考えると、なるほど、あ、まあ、ちょっとかわいそうだなとかなりますね、うん、あ、そこまでやっぱ考えるのよ。すごいな、うん、もうフィルターがもう何層もあるのよ。そうそうそう、心とこの声の間に偉いな、ちゃんと。でもそこも考えてるってことはもう、やっぱそれはもう本当に心の底からちゃんと優しい、うん、と思うよし、やっぱ考えれるし、る、うん、やっぱプロだったからね、素晴らしい、うん、イーグルスで、うんうん、やっぱそういう意味でも、うん、活動してた方はやっぱしっかりしてると。そうだね、うん、それで言うとどうなん今年の。あ、そうですよ、今年の甲子園、個人で選ばれるというルールになりましたね、今回は。そうですね、はい、今んとこ決まってないの甲子園は。ずっとここ最近は私生活の方で忙しくて。ああ、なるほどね、はい、なるほど、うん、誘いもしなかったですね。ああ、こっち側から誘いもしなかったし、はい、まあちょっと最近その絡みも少なかったから。そうですね、なるほどね。いや、でも出てほしいけどな、タイミングあったらって感じ。タイミングあったらですね、うん、多分この次の、うん、まあ近畿ですかね、うん、開催してその熱気に当てられた人たちが出てくると思うんですよ。はいはいはい、はい、いや、やっぱ俺出ようもあるし、うん、逆にその近畿出てダメだったけど、ね、もう一回応募しようみたいな人も出てくるだろうしね、はいはい、他のメンバーでみたいな。それはいいよね、大会始まってまだエントリー受け付けてるっていうルールは、そこがいいとこですよね。そうですね。ああ、なるほど。当てられちゃったらもうチームすぐ探して出る場合はその選果烈行の皆さんとかわー、もう近畿で出るメンツも、ね、割とみんなバラバラで出てる感あるよね。なるほどなるほど、そこはもう新しくチーム組んで出るかもしれないと。悪いチームじゃなかったですけどね。まあ組んでて楽しかったけれども、まあ結果はあんまりついてこなかったなと。めちゃくちゃ強かったけどね。うん、そう、なんか対抗戦して、だって一番勝てなかったんだもん。俺ら。あ、なるほど。GG より勝てなかったんだもん。対抗戦で。言ってたな。うん。なんかどうなの今年スプラトゥーン甲子園って聞いたら、うん、ああもう GG 大丈夫、GG とまああと戦火烈行とぐらいかなみたいにして、ああ戦火烈行さんとそんなやってるんだいっぱい。だってほぼ負け越しじゃない？1回半分近いのが1回あったかないかぐらいのレベルだったと思うけど、対抗戦。非常に恥ずかしい話なんですけど、うん、はい、多分前つばですよね、みんな。どういうこと？嘘、うん、そう。だって結果出てるんですよ、そうやって勝てなかったっていう、けどその見られてる視聴者さんですか、まあ、川から見るとここの結果は結果としてないんですよね。なるほどなるほど、そうか、結果は全てあの大会および大会の配信、あの
全国甲子園ですかね。あーなるほど、ミルコクロコップですね。いやいや分かりづらいの、ミルコ、ミルコクロコップのね、多分名前も聞いたことない人いると思う、今の世代は。クロアチアの警察だからクロコップ。いや分かるけど知らんけど、その由来は優勝したことないけど強いっていうので。ああなるほど。あーでもいや名前はめちゃくちゃ聞いてるし、すごい強いっていうイメージ。いやめちゃくちゃ強かったって、しかもその時がちょうどスクスロ全盛期ぐらいじゃなかった。もうありましたね。だよね、もうよ振るってた。いやもう勝てる気しなかったもん、うん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 、特にその固定のマップというか特定のマップに関しては、あもう特定のところは、いやもうここは勝てんってなって、はい、どうするどうするってなってて、もうどっかでワンチャンかけなきゃなみたいな。だそれはねこっち側ね大会意識してた、うん、もうワンチャンどっかかけるぞって、うん、じゃないと勝てないから、はい、ちょっとそれはやっぱ楽しみですね、今年もロンツスクスロが。いや見たいよ見れるの特にスクスロだって出るならスクスロでしょ、やっぱスクスロしかないですね、やっぱね。そうだよね、それがいいのよ。あうん、やっぱ ね結構その縄張りってなるとさ、あじゃあ武器持ち替えてみたいなのあるじゃん、うんうんはい、でやっぱ自分の持ち武器使えないパターンもあるじゃん、うんうん、でもやっぱりその自分の持ち武器を通して大会に出てくれる人はやっぱり見てて応援したくなるし、確かに見てて面白いよね、うんうん、積み上げてるものが見えてるから。なるほど、うん、見せてほしいね、ぜひとも。応援してる人多いと思いますよ。いや本当に、うん、ロンツ出してくださいのコメントめちゃくちゃあったからね。そうですか、そういやだから声かけてる。あーなるほど、本当にありがたいです。ちゃんとね、独断と偏見だけじゃないから。そうそうそう、こいつなんか暇そうだからな、じゃないから一応需要をこう聞いて聞いて、やっぱり終わるじゃろう、次ロンツさんで、ね、お願いしますっていう感じだったからね。お願いします、はい。さあというわけで最後にちょっとね、はい、いつも皆さんに聞かせていただいてるんですけど、はい、スプラトゥーン3、まあ仮称、うんうん、スプラトゥーン3がもし出るとして、はい、どんなところをこう求めるか、何を変えてほしいとか、こういうふうにしてほしいみたいなのあります？まあスクリュー照射があってほしいですね。ああなるほど、ね、あれそれだけですか？結構皆さんはスペシャルの素材のこと回してほしいとか、はい、うん、ちゃんと打ち合えるゲーム、貯めてスペシャル打ってるだけじゃなくて、うんうん、打ち合いがメインのゲームになってほしいとかいろいろあったけど、はい、もうスクスロがいればとりあえず俺は楽しいと。あ、そうですね。わあすごいこれはそんなに、いやだからこそ別注を憎んだ。いやもう今は、あ今はもう今は大丈夫です。あよかった、すごい。もう今はダスベイダーと和解しましたね。ダスベイダーと和解した、ギリギリだけどな。もうスターウォーズの最後の世界ギリギリ和解するけど、あじゃあもう本当にスクスロアイだから、今まで一番武器愛があるかもしれない、そう聞くと。ああそうかもしれないね、いりゃいいっていう、もうそこに一回もブレてないんじゃない。もう一生スクスロ振ってますね、本当に。そうだよね、いない時だけ、もうスクスロがいない時だけちょっと違うのやってる、はい、あれは多分スプラトゥーンじゃなかったですねスクスロがいないスプラトゥーンはスプラトゥーンじゃない、スプラトゥーンですね、はい、前菜だったなるほど、もう多分、ね、お試しの期間だったかなとあーそっか、あれ前作から消されてるのないっすもんね、2で。ないないですね。なんかあれか、わさびとかそういうのだけ、まあ、ハッシュというか、はい、ハッシュだけで、その別に本体は消されてない、うん、あじゃあぜひとまたね、次回もスクスローあると思いますので、いやそうよ、うん、どうなるのか分かんないですけどね、うん、そうですね、まあ、スクスローを振るロンツさんを見せてください。ありがとうございます。はい、というわけで本当にいろんな話を聞かせていただきましたけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。スプラ学園はですね、まあ、ガチマッチ、うん、プレイの方を見せていただくので、はい、次回はそうね、やっぱ一個スクスロ、まあでもなんか聞いたところによるとルールによって結構持ち帰るとは言ってるの、はい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 、ただまあその時来てるルール、うん、ガチマッチ入った時のルールに沿ったスクスロを持ってもらいたいなと、はい、そうですね、スクスロ見せていただいてもよろしいでしょうか。わかりました、よしお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、本日来ていただきましたロンツさんの、うん、Twitter そしてオープンレックチャンネルの URL は下の概要欄の方に書いてますので、ぜひともフォロー、そしてお気に入り登録お願いします。お願いします。なんで笑ったの？よろしくお願いします。なんで笑ったの？なんで笑ったの？いやいやいや、初めてされました、これは。初めてですね。あ、この感じ、この感じね、こう下にね、ありがとうございます。よろしくお願いします。見てください、お願いします。というわけで次回はロンツガチマッチ編ということで、皆さん楽しみにしてください。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。